皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。東部代表滝沢秀明氏所属の3人組グループナンバーアンダーバーアイ平野翔27らが出演した YouTube 番組が急遽非公開になり波紋を呼んでいる。ナンバーアンダーバーアイは米国で開催された世界最大級の野外音楽フェスに初出演して話題を呼んだばかりだが、番組の非公開で広告代理店側からの評価はダウンした。画像、平野翔が投稿した米音楽フェスの様子。急遽非公開になったのは、東部のタレントが出演する同社の看板 YouTube 番組、トベバンダ。平野らが出演した13日配信分について、東部の X、旧 Twitter は14日午前0時。一部内容に不備がありましたので非公開とさせていただきました。楽しみにされていた皆様には申し訳ございませんと発表し配信を取り下げた。不備の詳細は明かされず SNS 上ではファンが困惑している。13日配信分では平野らがバイクでツーリングしたりする企画があった。複数の関係者の話では平野が半袖でバイクに乗ったことや平野、神宮寺勇太、26、岸優太、28がバイクで追い越し車線を走り続けたことを東部が憂慮した可能性が指摘されている。半袖でのバイク運転は道交法などに抵触しないが、転倒時に大怪我につながるため長袖が推奨されている。追い越し車線を走り続けるのは道交法に抵触しない。ナンバーアンダーバーアイは日本時間15日アメリカで開催された野外音楽フェスコーチェラに初出演、世界進出を飾ったが、今回の番組非公開が水を差した形になった。トベ版13日配信分は時計メーカーのシチズンとコラボ。配信が非公開になったことで広告代理店側からの評価もダウンした。大手代理店関係者の話、13日配信分は午後9時にスタート、その2時間後の午後11時頃に東部は非公開に切り替えました。急遽だったことがうかがえます。ファンはもちろんシチズンもびっくりだっただろう。今回の配信に合わせトベ版とシチズンのコラボによりシチズンの時計をプレゼントするキャンペーンが番組開始同時刻の13日午後から、キャンペーンは予定通り15日まで実施された。応募条件の一つがシチズンのアカウントのフォローでした。シチズンとしては女性ファンが多いナンバーアンダーバーアイとのコラボでフォロワーを増やして商品を訴求したかったわけですが、溝がついた形でプロモーションとしては十分と言えない。トベ版はこれまで大手企業とコラボしていて今後のコラボが不安視されます。前で関係者、せめてファンに対し13日配信分の非公開理由を説明すべきだろう。どう思いますか？気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。